おはようございます。ティダと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。生活習慣が完全に破壊されました誇れることも何でもないんですけど、生活習慣が今会社にすごい汚染されております。夜勤の時はね、12時間寝れず、そのだから次の日の夜勤の時に寝れず、そして本日はですね、朝、いや夜、早番のなんですよ、5時起きだったんです。で、その今日早番だったんですけど、5時起きで、じゃあお前に今撮ってるこれなんだと言いますとですね、夜に寝れず、だから1時間ぐらい寝たかなぐらいの感覚で、あとはずっと布団の上でゴロゴロしてるだけで、6時を迎えましたもうロームにね、2回電話して頭下げてる。こう配属された1ヶ月。これが多分山ってやつやと思います。はい。私はですね、今ね、自分の会社に非常に、今回使っていきますモンスターはこちらですね。青いボディが魅力的。そんなマシン系デロと3体。いざ、合体しましょうか。暗黒の魔人も始まったんでね、ここで出てくるのはね、後期に出てきた強力型モンスター、スーパーキルのマスイン。いざ浮かんなるほどね、モンバットオリジナルのスーパーキラーマシン、強さ見せててくれないかい。モンバットから生まれたですね、スーパーキラーマシン、まあ実はですね、モンバットからはずなんですよ。でその後にナインとかに逆輸入された形ですね。はい。さあスーパーキラーマシン、どうなの。ワンの時の結構最終期に出てる合体モンスターで、能力のバランスが非常に、今までなんか尖ってたじゃないですか、暗黒魔人力高すぎ耐久ないみたいな。こいつは耐久も備えてますからね。さあ行きましょう。二つの剣を固え、からの一刀両断。いや、強い。普通に火力もあるからね。火力も耐久も備えてる。普通に強い。もう、しかもね、遅いわけでもない。しかも AI もいい。判断力もそこそこ高い。ね、今デスゴーゴンとか、今回アーケードモードでね、デスゴーゴンとかいますけど、そこにかかってもいない。判断力も高い。これだけパッと見んね。ま、ちょっと合体モンスターがね、怒りの魔人の後は弱かったからね。金耳ちゃんはすごく強かったんだけど。金耳ちゃんはそこそこ強かったのよ。あ、次もしかして、金耳ですか。あ、待って、それ倍。こうなると、もう一つの技を見せるか。まあね、今のはちょっと、もう一つの技を出せよというデスゴーゴンからのね、お達しなんでね、出しましょうかね。避けるー。しかもね、ここに避けていくっていうね、もう、耐久も火力も兼ね揃えてますから。そして何より、このかっこいいんだよ。ロマンだしね、合体モンスターのロマンをね、ちゃんと兼ね揃えてる。かっこいいというロマンも持ってるからね、スパキラちゃん。行こうか、スパキラちゃん。さあ、武器がないならば、私自身が武器ですよ。行くぜ、これがファイナルウェポン、デッドリーグ。相手が言う、相手が悪い。これ相手が悪すぎだよ。ね、自分自身がね、巨大な砲台となって発射するこのデッドリーキャノン、デッドリーウェポン、なんだったっけ?300mキャノン砲が、デッドリーウェポンは絶対別のゲームで入ってるわ。というわけでね、そういう2体、こういうモンスターです。はい。スーパーキラーマシン。まあ、スキャワトとかでもね、結構人気のモンスターで、結構使われてたんじゃないかな。まあ、言うて自分もね、好きなんですよ。あ、でもこのフォルムに関しては結構賛否両論とかあったけどね。うん。俺は好きだよ、スパキラちゃん。モンバトの、モンバトのモンスター基本的に全般的に好きっすよね、僕。あ、行くぜー剣を合体からの、一刀両断イエーイマジか、お前張り切ってんじゃん。いや、なんかやばいのいいな。ちょっと見てはいけねえやつがいるんだけど、見てはいけねえやつは粉砕しましょうや。ああ、スーパーキラマシン全てを滅ぼす達人兵器、いざ予感一刀両断。基本的にはね、B 技があんまり強くないんで、この合体モンスターってね、 B 技が強いやつは本当にまれなんだよな。 A 技があんまり待って、それで雷系がね、マシンダメって言ったら、おお、あれ、え、あれ、思いのほか聞かない、思いのほか聞かなくて俺がびっくりしてるわ。もっと聞くと思ってた。メタハン、多分だけど、マシン系って雷と爆発に基本的に弱いんですよ。よくねえやつもいますけど、基本的に雷と爆発がダメなんですけど、多分、いや、本当にちょっと待って、本当に避けるね。どうしたお前、ちょっと今日なんかやるんじゃねえか。
多分メタハンとかプロトキラー、あいつだって他の弱点がないじゃん。雷以外の、雷以外の弱点がないじゃないですか、あいつだって。なんで、あの、結構まだ控えめなのかもね。桐崎くんのデインはそんなに威力高くないしねんで。ちょっと待って、ただね、今日スパキラがちょっと調子良すぎるね。今日はちょっとオイの滑りがいいんで、ドクターデルトもびっくりのね、活躍が、てか俺がびっくりだ。いや、今までもね、暗黒魔人の鬼コンボとかおったんですけど、あいつらに比べて明らかに使い勝手がいい。いったよ、両乱、はい、嘘だった。もしかしてこれ全盛期ある？あ、まだ続くぜこの動画。来たね。これちょっとね、もう期待して、今ね、ちょっと期待していいんじゃないかな、今回。いつもなんか暗黒の魔人とかさ、なんかうわーって出てきたらもうすぐにボコボコされるやつらいるんですけど、今回はね、ちょっとね、期待していいんじゃない？開幕一発、これもある意味一刀両断。もうこれもある意味一刀両断ではあるんだよな。剣上からこんな落とし方したら。いや、今回ちょっとマジで期待できるかもしれんね。なんか、ちょっとね、スーパーキラーマシンの性能にびっくりしてるわ。今までがともともひどすぎたんだよ。多分今までがひどかったんじゃないかな。鬼コンボ、暗黒のマジンだのさ、ボーンファイターだの、プラチナキングだのさ。今回はね、マジでやってくれると思う。ワン最終期のモンスター、一見2150って低いんだけど、ワンのバトルロード時代からしたら高いんですよ、この HP は。ね。時々言うと言ってるんですけど、動画で。ワンの合体モンスターの2400とか2500っていうのは、普通にチームを組んでもなかなか到達できないんですよね。その域に達していて、かつね、ちゃんと火力も耐久もあるんで、ワンではね、その性能高さが大会見たことあるよ、俺。確か大会にいたと思う、こいつ、普通に。ね。まとまった強さがちゃんとあるからね。弱いわけはないからね。まあ、ただもちろん2のインフレが強いから結局のところみたいなところはあるけど、それでもちょっとね、今回は一刀両断の回心率やね、耐久、鬼コンボなんかよっぽど使いやすいと思う、俺今。鬼コンボなんぞよりよっぽど強いわ、こいつと思ってんの今。余裕余裕。型やもん。耐久も兼ね揃えてるからね。いけ！ゴーともに、私が武器となる、行くぜ！エットリー、キャノン、ハイトン！あれ？微妙なんだよな。 B 技は相変わらず微妙だな。これで B 技も強かったら壊れだったね。お、行くぜ。桜はチラルが一刀両断はできる。行くぜ。一刀両断せーの、はい。期待できる、期待できる。これは大魔王期待できるぞ。なんか今まで散ってったやついっぱいおるけどな。うん。これはちょっといい結果が期待できそうですな。ああ。いけるだろう。いや、まあ、こうなったらいけると思うんだよな。これいけないは嘘ですよ。いけますよ。だって、プラチナキングですら白身白を倒してるんでね。いけます。なんで勝てた？まあ、大体の基準はプラチナキングが白を倒したですからね。大魔王に勝ってるんですよ、プラチナキングっちゅうのは。そいつができていて、こいつにできない。てか、エルギオス白身はそんな強くないから大丈夫です。本当にね、しかも今回は避けるんですよ、スーパーキラーマシーンがね。ピロンピロンと。いくつだっけな、こいつかいつ。そんな避けるっけ。いくぜ。ボーダーたったの2000。一刀両断。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ボーダー低いから。白目ギオスって。打撃対戦もないしね。いくぜ。カメラワークはちょっと違うんだ。カメラワークはちょっと違う。てか、原作再現だね。てか、DQ9 においてスーパーキラーマシーンいるからね。おい、エルギオス教えてやるよ。エルギオスより、スーパーキラーマシーンの方が強いってところを、な！いや！いや、勝てる勝てる。これはもうね、余裕だべ。はい、一刀両断。はい、オッケー、よっ。次のターンに勇気溜めて終わりですよ。よい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 よ、ここより余裕です。マシン系のね、頑丈さっちゅうものをね、再現してるんで、多いね。まあ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 。ここで暗黒の魔人なら1000食らってました。ここで暗黒の魔人ならこれ1000食らってましたでね。はい、余裕ですよ。まあまあ余裕余裕。まあ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 、もう勝ったでしょ。だって、いてはだってさ、一刀両断ボコボコで、は終わりですよ、こんな。あんなもう、白目なんて何も怖くないよ。わかるかい？わかってんのかい？いくぜ！一刀両断いくぜ！よいしょ！もう一発当ててもう勝ちです。つまらない。つまらない。もうスーパーキラーマシンっていうのはね、
まあ、2の合体モンスターに指揮を取らぬ活躍ができる。今ね、証明されたわ。うん、もっとお前は高みへ行ける。ネクストステージな。行くぜーちょ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 天魔崩壊が自分自身で起きてもうとるあのエルギーは誰あのエルギーセレシアが生み出したんかなセレシアの怒りを受けたエルギオス。ああ、かわいそうに。ああ、もうスパキラじゃん。次のステージ行こっか。一つここで過去の歴史が蘇りました。なんかこうある意味過去の歴史なんだけど、この 2P プレイにおいてですね、ん続けて聞いてください。 2P プレイにおいてですね、今からでもこの破壊神指導スーパーキラーマシーンはプレイヤーのお供として活躍したことが形跡あるんですね。 2P プレイにおいてですよ。はい、なのでね、スーパーキラーマシーン 1P プレイで指導に挑みますその理由はですね、あと、まあ、使いやすさもあるし、まとまった HP があるっていうのはまずね、ワンの時代は指導に対し、それがもう利点でした。2450という HP を確保して、かつね、この B 技が弱点つけるんですよ。いくぜ、300ミリとキャノン砲、指導に向かって発射せよ。いや、出るー、わ、マジで出るね、これは。これはマジで出るね。うん。叫びはさすがに大丈夫、大丈夫。で、叫びとかでも止まりづらくね。叫びとかでも止まりづらくね。止まりづらくね。ね、おめえ鬼コンボと一緒だぞおめえちょっと待って、 鬼コンボと一緒今、破壊の音、待って、ま、大丈夫ですよ。マシン系ゆえのね、頑丈さをここで見せていくんでね、大丈夫、破壊の時なんで余裕ですよ。うわくっそ、まだだ、大丈夫、何してんだおめえ、お前マジで何してんだよ2P プレイにおいてね、今のね、火力の高さと、まあ比較的破壊の時は抑えた方ですよ。ボーンファイターなら飛んでましたボーンファイターなら吹き飛んでましたよね、ボーンファイターと、ってかお前一緒にボーンファイターと一緒に行っただろお前一緒にボーンファイターと行った形跡あんだろね、これ安定した火力と出しやすさ。だから 2P プレイのお供として、1P は普通のモンスターチームで、2P は普通のお、ね、お供として活躍した形跡が負けそうだ負けそうだ勇気見てくださいよ、これ。これ勇気見て。ほら、4ターン目でまだ半分どころが全然溜まってないでしょ。見て見て、この勇気。もう5ターン目で対負けは負けなんですよ、こいつって。おい、プラチナキングでも勝っとったんぞ。どういうことや、これ。おい、プラチナキングで勝っとったんぞ。こっから会心ポンポンポン出しても勇気溜めるしかねえぞ。いくらなんでも無理があるぞ、このままじゃ。おい、頑張れ。ライトメタルボディを誇るスーパーキラーマシン。頑張ってくれ。何してんだ、おめえ。破壊の滝が始まったぞ。おい、大丈夫か？ピロリ。さっきみたいにピロリがないの。おお、大丈夫か、おい。え、大丈夫なの、お前。頑張れ。頑張れ。もう勝ち筋はですね、光の玉に勇気貯めるしかないんですよ。この5ターン目に勇気を貯めれなかったら負けなんですよ。実質。2P プレイのお供として活躍したスーパーキラーマシン。合体モンスターのね、短所を今引きずっております。そう、勇気が貯まりづらいっていうさ、スーパーキラーマシン短所を今ずるずると引きずってんじゃねえか。なんも置いてこい。あ、でも勇気貯まるんじゃない？勇気貯まるに貯まる、貯まる。勇気貯まるで、これは。はい！しっかり当てて勇気貯まれば、なんとかなるかもしんないよ。5ターン目。いや、もう積んでんだよな、実は。いや、諦めないよ、俺は。何か、ジゴスパークだが来ようが、イテツカードが来ようが、なんとかなる。こうなるとですね、見てください。もう最終ターンなんで、どうしようもありません。スーパーキラーマシン、何かないんか、お前。何かないのか。何かないか。ここから一刀両断で、スカバトの一刀両断が、せっせっぺっくらい出てきたんだ。スキャバトの一刀両断なら敵の守備力を下げつつ1600ぐらい出ていたのになぜだ、なぜなんだ、俺の計算は間違ってたのか、なぜだ、なぜなんだ、間違ってたのか、ボーンファイターと一緒、ボーンファイターと一緒やな、こいつを鬼コンボもあんま変わらんな、こいつ、うん